すずねん、おちゅにだ、おちゅにだ、矢野さんの顔がやっと好きだと気づきました。やっと、てかアバターがなんか変わってる。サンタマさん星になってる。あ、わざと星にしたのか。確かに1ヶ月ぐらいね。あ、グミの、そうだ、そっからホテルとかなんとかだったんですよね。最近おちゅにだにハマってる。そうなの、私ちょいと前にハマってたよ後ろにあるの何？あ、怖いよ、これカープのやつね。今日は見たいテレビがあるんですよ。10時11時ぐらいに終わりたいと思います。今日はイブニングストリームでした。イエーイ。そう、あの葵ちゃんと同室の時はさ、今日ねももちゃんと、今日ねっていうか普通にももちゃんといつも連絡取ってるんだけど、私のいつも作ってる最後の10分ぐらい聞けるいいね。でも最後の10分だけもうしか聞けない方でも楽しめるようなあの素敵なラジオになってますので、来週もぜひ聞いてください。歌もダンスも迫力があった。そうだね、あのあれだ、帰宅するのが、うん、だからあのあれだね、確かにあれちょっと久しぶりかも。カープ中ね、今日はなんか勝てそうな気がするって思ってあのご飯食べながら見てました。ちょっと勢いいいですね。鯉のぼりにしたからかな。タイガーマスクさんありがとう。こうだってこうだって分かんないけどバラありがとうございます。あ、チリパもありました。聞いてくれましたか。ごめんで、ようやく花田にレッスンもらえた気がするね。岡山でも最近仲良くなったからね。最近仲良くなったじゃん。だってぶどう食べてます。何食べてるの。しおちゃんめっちゃありがとう、メール。まあ、まず最近のことから話しますと、あの何だっけ、ずっとこう話していくけど、あのねコメントがその話題に沿ってコメントしていただけると嬉しいです。まあちょっとあの今来た方とかだあの仕方ないと思うんですけど、まずあの先週の今僕なんかめっちゃ仲良し親友、あのね先週の今かな、火曜日からずっと次の日からあの徳島県に行って生放送特録徳島出させていただいて、で次の日もロケで徳島にいたんですけど、徳島めっちゃ最高でした。うん、パルトと徳島にいたんですけど、 NHK さんですね、 NHK 徳島放送局さんの特録徳島の特録トークっていう、まあ、ゲストをお呼びしてあのゆるやつと特録トークっていうゲストとして出演させていただいたのと、あと STU のねもう新レギュラー番組、徳島のレギュラー、まあ番組ではコーナーですね、すいません、コーナーの防災航路 STU48 防災航路ができまして、その初回になんと出させていただきまして、そう徳がいっぱいつくんですけど、まあそれがね徳島のあれなんですけど、そうなんですよ、あの特録トークではあのまあ2周年を迎えて3年目に侵入したあの STU のねこととか、まあ、船のこととかを話したりしまして、まああと防災航路はもう初回っていうことで、あの私が西日本豪雨であの呉にボランティアに行った時のインタビューとか投入入ったんですね、進出。そうなんか悪いみたい、は
とありがとう、ももさん、いっぱい。そうなの、ホームページ、あ、ホームページもね、多分次の放送まで動画乗る、まだ乗り続けてると思うから見てくださいね。突入ですね、投入ってなっちゃう。パピオンさん、岡山公演ありがとうございました、ハートありがとう。でね、スマイル岡山さんもありがとうございます。なんかそのことがあったり、まああの次の日も防災航路っていうか、まあ防災航路系のロケだったので、また放送されるあれなのかなと思うんですけど、うん、徳島の夜ね、ご飯食べました、食べました。ガチガチに緊張してたっぽかった、本当。でもね、あれ、あのこの長い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 っていうか長い文章をなんか本ちゃんとね、大事な大雨警報とかそういう大事な大事系なこと伝えなきゃいけないですから、あのそういうの伝えたりとか、本当にカンペとかあんまり見ずにっていうか、まあ、防災番組ですね、まあ言ったら、あんまり見ずに、なんか、目線とかに気をつけて読んでたんですよ。そう、そうなんです。ヤホヤンさん、お、足大福さん公演ありがとうございました、見えたよ。で、なんか私が、まあ、いつもこう普段っていうか、まあ、あのお天気お姉さんとかでなんかずっとこうやってたことを、すごく NHK さんのアナウンサーに褒めてくださったので、そうそう、息が合い始めて、え、どういうこと、どういうこと、そう、すごくめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しかったでしたから、あのまあなんかその STU48 防災航路っていう番組の、そのやっぱり目的的にはなんかあの STU48 が、まあ、やっぱり本当に私もなんか西日本豪雨の時にあの本当に西日本豪雨の時になんかこう実際に広島で身近にこうなんか災害が起きて、すごい災害が起こる前になんか避難勧告をちゃんとこうなんか聞いたりとか、備えておく、なんかいつ起こってもいいように、もう災害とか自然災害とか本当誰にも止められないから、そういうのとかに備えておくために、本当にそれは大事なことだから、なんか本当にもう死者が出ちゃったりとか、まあもう今令和ですけど、なんか平成は本当災害の時代だなって思うくらい多かったんですけど、そういうのとかももう本当に備えが大事なんですよね。 もしもの時のために予防とかね、対策するしかないので、そういうの大事だよってことがあまりこう広まってなかったり、なんかこう教授さんの言葉をそのまま言うと、なんか僕みたいなおじさんが言うより可愛いアイドルが言った方が、あのみんなファンの方もだし、まあこういう芸能人っていうか、まあそういう結構いろんなこう目とか耳を向けてくれる人が多い立場から発信するのが多分一番大事だよって言ってて、別に私が言ったんじゃなくて、その教授が言ったんだけど、そう、教授が言ったんですよ、本当の教授、あのマジな教授の言葉です、はい、よろしくお願いします、あの教授が言ったんですけど、だからそういう力を借りて、なんかお借りしたいって言ってたから、私もなんかその SNS とかにもまあ書いたりとか、あの産経コラムっていう、私誕生日の時になんかインタビューさせていただいたんですけど、なんかその時に誕生日らへんの時にあのコラムを書かせていただいて、私なんか語らせていただいた、多分まだその文章調べたら全然あると思うんですけど、そこにも書いたんですけど、なんか本当に私8月6日生まれだから、なんかその平和とか原爆のこととかも、そう、被爆者の数とかすごい、なんか高齢者とかになっていく中で、こう私たちの世代が広めていく
中でなんか私たちみたいなこうたくさんの人がこうまあまあ言ったら本当に発信力が少しでもある私たちがちょっとこう言うこと大事だなって思うので、それをまあ防災にも当てはめたら本当そうだなって思ったので、そういうことでなんか本当大事だなと思ってなんか教授の方と一回ラジオの時にその防災コールまだ番組コーナー化してない時に本当に真剣に言ってたらそれを褒めてくださって、その防災コールにの初回に出てほしいって言ってくださったのですごく嬉しかったです。でそれに加えてそのなんかカメラなんかカメラとかのなんか読み方とかをすごく褒めてくださって、全然なんか滑舌も悪いしすごくもう本当に情報を伝える人間としてなんか全然まだまだ物足り未熟なんか熟してないなって思ってたんですけど、なんかその、まあ、外に出て県外に出てなんか褒めてくださって褒められてちょっと自信になったのでちょっと強くなって帰ってきましたよ広島に。はい、そうだね。だからただいま広島に帰ってきました。そうすごいなんかねカンペ覚えてるの全部って言われて、そうおかえりなさいありがとうございます、なんかすごい覚えてるのって言われるんですよ。全然覚えてないし覚えれるぐらいの全然長さじゃないし全然覚えてないことはないんですけど、なんかやっぱりこうまあ本当にすごく他局の方のアナウンサーさんの名前を出してしまったあれなんですけど、ずっと加藤さんとかに教えてもらったこととか全部意識したりして、まあ、それがこう自然となっていたのをそれを褒められたなんか嬉しいですね。目線とかなんか全部なんか完璧って言われた、嬉しいです、すごく。それがちょっとよだれ垂れちゃった、ちょっと嬉しかったです。そうでそんで次の日にあった放送は1日目の時に収録してたやつだから次の日は生放送ではなかったんですけど、もう初回だけなんと特別初回を記念して生放送でしたよ。だからまたメンバーが変わってお送りするので毎回私とパルトってわけでもないですし、もう一生パルトと私が出ないってわけでもないので、だから、まあ、これから徳島のねレギュラーが増えたっていうことなのでぜひ絶対に見てほしいなって思います。だからホームページの方でも動画が初回は私の動画なんですけどこれから多分出ていくのかないろんな、だから見てくださいね。動画は見れるよ徳島じゃなくても。次誰かの楽しみね、そういう楽しみも徳島県に増えたんじゃないかなって思います。徳島ラーメンもちろん食べましたよ。なんかね本当にちょっとしかなんか時間がめちゃめちゃあるわけじゃなかったので駅の近くのに行ったんですけど、なんかねまた徳島ラーメンは徳島ラーメンでもうなんか私が人生で初めて徳島ラーメン食べた時のラーメンと違った、なんか様子が違った、本当に私好きだった。とっても卵を絶対かけるのが主流って言われてたんですけど卵全然なかったし卵かけなかったですね。麺王っていうところに行ったのかな、麺王どこに行きました、駅のすぐ近くあったんですけどめっちゃでバリカタにしたの麺をバリカタにした。徳島旅行いいですよ、すごく心が穏やかな気持ちになります。あと美善美さん美さん眉毛って書いて眉毛って書いて山って書く麺王だよね。だからねそこに登りました。ロープウェイでね行ったよ。バリカタそう私は硬ければ硬いほど大好きです。
自転車に登ったんだ。へえ、なんかね言ってたよ、なんか景色が夜はまたいいって言ってました。そうだね、ほんとなんか美山ですね。ありがとうございます。あのまた次はね徳島阿波踊りの時とかにまた絶対行きたいなって思ってまして、はい。でもまたこうなんかまあいろんなねお仕事につながって行けたらいいなって思ってます。岡本中華、あそう、その名前もね聞いたことある。あのおすすめ、ましちゃんとかおすすめしてるかな、行きたいですね。嬉しいだからそういう私も徳島県のことを ST48 になるまで一度も行ったことがなかったので、あの ST48 になって行って、その実際にその徳島に行って、なんか徳島の魅力をもう肌で目でいろんなとこで感じていろんなとこであの感じたので、なんか本当にそれで良さを知って部分もたくさんあるので、あの皆さんも本当に行ってほしい、行って感じてほしいな。多分話聞いててもなんかすごく行きたいなって思ってくださったらもうそれは嬉しいんですけど、ぜひ行ってこう感じてまた行きたいなって思ってくれたら私は一番嬉しいかなって思います。うん、そう、何かと徳島にねいろいろ手宿張りですとかいろんなところで行かせていただくことが多いので、うん、矢野さんの良さをもっと知りたいね、一緒に知っていこう、ね、本当に縁があるのだからこれは使命だと思うし、しかもガチな感じであれだからいいとこだからね、行ってほしいなと思います。その行く途中のマリンライナーとか汽車とか、なんか渦潮っていう汽車とかもなんかすごくいいですよ。うん、STU をしてなかったら徳島と全く縁がない人生もういいですね。その STU 目的で瀬戸内に行って、なんか瀬戸内のなんか食べたみたいなとか感じたみたいな、それめっちゃ相乗効果、うん、相乗効果って言うんだって、そういうこと、嬉しい。うん、だから、お、アライグマ時報教えてくれてありがとうございます。うん素晴らしい動画を私あんま動画をしないんだけどねあのイブニングストリームでね、あの学んで、イブニングストリームの中の1時間半でしか使ったことがなかった言葉を今初めて外で使いました。やった、合ってる、相乗効果って、うん、相乗効果だよ。相乗効果ってもうウィンウィンって感じかな、相乗効果めっちゃ使うじゃん。そう、それであのちりめんパーティーもありまして、土曜日ね収録田中ココちゃんとした、もうココとはねなんか2回目かな出るの、2人で出るのは2回目だった2回目だったんですけど面白かったです。いつも1時間半生放送してる分30分の収録っていうのはなんかもうめちゃめちゃあの短く感じましたし、ココと一緒に二人でいるってやったら私がすごく、あ違う、私じゃない、誰、あココがすごく お姉ちゃんみたいに感じる、うん、感じましたね。楽しかったですよ、佐竹さんともね、はい、マチたち。しかもあの私1月ぶりに出たんですよ。1月にマシちゃんと出てから以来出てなくて、ちりめんパーティーにはね、そうそう、初めて来たんでフォローも完了、ひえぴたさんありがとうなんですけど、そうまだねあの嬉しかった、安心したことがあって、お悩みコーナーがありましたってあったんですよ。放送ではあったんですけど、台本渡された時に矢野ほのかお悩みコーナーのなんと尺がなかったんですよ。その時にコーナーがない、あやばい焦って、えやばい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 って思って、ちょっと待ってください、ちょっとあれ矢野ほのかのお悩み相談ってやりますよ
ねえって言ったあやりますよねって言われてあやりますよってなんか私が忘れてると思ったらしくてそうもうしっかり私はあの時間をちょっともうずうずうしく作らせていただいてそうでもあのまだあの悩んでる方いらっしゃったのであのそうなんかあの本当に皆さんもっと悩んでも大丈夫ですよあの悩み相談をなんかそう悩んでる方が数人本当数人いたから私の世の中の悩み相談コーナーがもう消滅せずに済んだんです本当に助かった本当にありがとうみんな本当悩んでくださいねうんありがとうあ毎回メール送ってるありがとうございます悩んでくださいどんな悩みでも大丈夫です私があの的確なアドバイス答えを出して解決できるかどうか置いといてとりあえずね私のコーナーを絶対にあの存続なんていうのあの続けさせてあげたいのでよろしくお願いしますはい矢野さんに会いたくて悩んでますそれはもう会いに来いそれだけですねよろしくお願いしますそう解決できるかできないかの瀬戸際狭間生死の別れみたいなとこがめっちゃいいあの本当にそこが見どころなのであのぜひねはいギリ解決できそうなやつ面白いですねでまあまあでもチルメンパーティーに関してはいつ出るかわからないのであのでも本当にメールを送ってくださるとこ、まあ、ラジオも盛り上がるかなっていうところかなと思いますでもね絶対に私が出るラジオが絶対に出る絶対に時間ももう決まってるラジオがなんとこの世にはあるんですよなんとあるんですよあのですねあの毎週火曜日 FM チューピーさんのイブニングストリーム、17時30分から19時1時間半なんと生放送で矢野ほのかの声がもう聞きたくなくてもずっと流れている生放送がありますでもうどこで聞けるんですか広島の方しか聞けないんですかっていう方安心してください全国どこからでも聞けることができますイエイよくやったはいあのホームページから聞けますなんとてかあの今日もなんですけどいつもあの告知してます公式のツイッターとかにあのホームページリンク貼ってくださってますので中の人がはいそしてメールも待ってます今日メールメンバーツイッターにメールをあの宛先を4つも載せましたはい4個アットマークチューピードット ES チューピードット FM をね貼っているんですけど、まあ、どの4つの中でもどれ押してもいいので好きなところを押してくださいあのチューピークの壁で写真撮りたいねあそこ撮れるようになったりでもあそこでも入れる人しか入れないもんねそうなので皆さんメール送ってくださいあの時間的にメールの内容が読めないよっていう時にもですね絶対に名前呼ばれますのであの最後まで聞いてたら、まあ、途中でも読むかもしれないんですけど最後まで聞いてたら確実に名前だけは呼ばれるのであの絶対に名前呼ばれたいんだみたいな方はもう絶対に送ってくださいそう全国でね聞けるラジオなのでうんよろしくお願いしますそうそうそれが言いたかったアック先生それが言いたかったそんなニュアンスのことが言いたかったですそうそうだから本当にしかもメールが来たよっていうことってあの私的にも嬉しいですけどそのイブニングストリーム的にもすごくなんか盛り上がってるなんじゃないけどなんかあ嬉しいっていう気持ちになってあ矢野さんすごいぞみたいなあ矢野さんのファンの人はこんな風にラジオを盛り上げてくれるんだこんな風なネタをなんか話題を提供してくれるんだっていう矢野さんファンすごいってなるしラジオも盛り上がるし私も嬉しいそしてイブニングストリームのチューピーくんも大喜び相乗効果なんですよねなのではいあの私自分のことしか考えてないわけじゃないんですけどあの普通にメール送ってもらったら嬉しいよってことうんお願いしますなんかねたまにずっと聞いてたらなんかねあのリスナーさんとかに結構こう呼びかける
あの呼びかける時もあるから、なんかファンの皆さんこうやってどう思いますかみたいなとこもあるから、そういうなんかファン一人としての意見としてなんかコメント拾われたりとか全然するよ。だからみんな送ってね。うん、著名だったらね名前呼ばれないけど別に全然いいよ。本当に恥ずかしいって方とか、それか送ってくださいね。もう簡単 es@chupi.fm 横文字の小文字です。はい、短文でもいい、もう好きでもいい、何でもいいのでよろしくお願いします。あ、放送中に送っても秒で届く。そうだね、秒で届く。うん、だから送ってみて。あ、匿名ね、著名って、そう、漢字も読めないけど全然振り仮名振って送ってくださいね。じゃあよろしくお願いします。なんかたまに本当になんか今日はね、なんかすごく6月2日に広島山の日っていう山の日があるから、なんか、うん、その山の日についてをいろいろ詳しく深刻にじゃやばいか、あのいろいろ考えたりしたんですけど、そう本当に何もないって困ってる日もあるんで、ネタがたまになんか面白いトップ5コーナーっていうのがあるんですよ。もう何でもいいからとにかくトップ5とかなんか考える、私のトップ5考えたりする時があるんですけど、なんかそういう時とかなんかこれやったらいいんじゃないみたいなアンケートとかなんか、うん、そういうのとか送ってください。喜びますので、本当にゆるくて楽しいあのラジオ番組なので気軽にね、身軽に軽々しく送っていただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、山の日なんですよ。6月6日は広島の山の日、本当のなんか国民的な山の日は8月17日とかですね、確か。うん、広島以外でだから聞けるんですよ、全国でホームページで聞けるからね、ここ重要だからね、本当によろしくお願いします。そう、軽々しくね、お気軽にか、お気軽にでいいのかな。ハートありがとうございます、マジッポさん。うん、よろしくお願いします。ぬりぬり、はい、って感じです。で、何言おうとしたっけ。初見なんです、こんばんは、イエイ。だから来週もねよろしくってことと、電車で聞いてたら矢野さんが面白くて笑ってしまうそう、なんか時間的になんか通勤途中みたいな、うん、仕事してる人はね通勤途中とか感じとかなので、あの本当に移動中とかご飯作りながらとかでもいいからね、いいからね、聞いてくださいね、よろしくお願いします。はい、うん、そう、あとめっちゃ話がもうすごいなんかあの前後左右しちゃうんですけど、直島に行きましたよ。岡山公園の岡山宇野港から行きました。ジャンボじゃない、タクシー、船の上のタクシーに行きました。あ、海の上か。ほのたんの声好き、3時間ぐらいぶっ続けで聞けそう。3時間しか聞けないの、もう3時間で限界。直島に行きました。直島はちょっと香川県になってしまうんですけど、なんかちょうど瀬戸内国際芸術祭行ってまして行ってきました。私芸術に、なんか芸術のことまだまだ全然知らないの、私、まあ、全然ダメだなって思いました。芸術とかアートのこととかあのいろいろ見てきましたよ。直島でメンバーと同じポーズで写真撮った、あ、それ見たかもしれない。そう、ファンの方が私たちメンバーで写真撮ったところでなんか撮ってくださったりとか、
実際になんか直島に行ってくださってる方とかいて嬉しかったです。そうそう、かぼちゃのかぼちゃのマロン、あ、直島マカロンね、うん、それ載せたからさ、写真見て見といてください。昨日の0時に載せたので見てください絶対に。あの、リツイートとかいいねとかなんかしてくださいね。そう、 I love you ってやつがあった。 I にハート、 love に you って書いて I love you ってやつ。お風呂、銭湯がありましたよ。なんか入っていくって言われたんですけど、公園だからまた今度って言いました。本当行きたいな、すごいおしゃれ。なんかし渡って行く島だったんですけど、足湯じゃないよ、本気のお風呂、本気のお風呂。あのね、あの私も銭湯好きなんですけど、すごくおしゃれで、なんか、あのね、何？あ、そう、なんだろう、その船上タクシーで行って、船上タクシーで行って。島で行われたところなんですけど、多分なんか家とかもあったので、全然直島に全然無人島じゃないですよ、人がしっかりいるんですけど、あのそう、なんかなんだろう、私たちの知らないところで、島でこんな愉快なことが行われているのに、なんか知らなかったのバカだなって私は思っちゃうぐらい、なんかいろいろなんかすごい楽しいものがあのあったので行ってほしいなって思いました。うん、しかもその瀬戸内国際芸術祭の期間はもう島全体がアートらしいの。その期間が終了した時点で島全体がアートじゃなくなるんだけど、その期間はもう全部がアートだから、もう何でもアート、もう石ころもアートだし、本当にアート、もうなんならもう直島全体がアートだから、もう素敵だよあれになるよ、あのなんかがすごくなるよ。うん、そうだから、そこに行った私もアート、その時は私がアート、そう、でもメンバーでね、みんな堪能したからね、皆さんも行ってみてください。ゆうきくん、ハートありがとうございます。岡山にほの湯、ほのかの湯ってあるの？そうなの？ウケる。ほの湯がありますよね。そう、ほの湯、ほの湯、ほの湯行きたいですね。秋にも開催されるんですね。おお、素敵な情報。ああ、また秋とかすごそう。だって芸術の秋じゃん。あ、そうじゃん、相乗効果じゃん。ほのかよりうちの地区か、そうなんだそう、ほの湯、ほの湯、そうだそう、ウィンウィンだね、相乗効果。骨は実在します、本当にある、私の妄想じゃない、普通にある。そうですねっていうのとかあって、あのあまりこれは思い出は詳しく言えないんですけど、あの ST40 ところの隣にあったもうお国を守るすごく大きなあの千代田っていう海上自衛隊さんの船もありまして、そこをね、多分あの見に公園来てくださった方とか、多分私たちが見に行ったこと知ってると思うから全然言うんですけど、そう、行きました、見た。だから、あの、あ、こういうところでおじいちゃん働いてたんだなって思っ、勤務してたんだなと思ったら、すごくなんかめちゃめちゃ感心しました。感心深い、感心、感心、そうしました。本当に ST40 とかより全然人気っていうか、人だかりすごかったし、でもなんか
あ、立派だなって思いました。エモエモかった、エモかった本当に大きいんだよね。そう、見させていただきました。やっぱり海のなんか仕事なんか、うん、続けたいなって思いました。やめたくない、やめたくないやめたくないっていうか、普通に思いましたね。私もそう、そう、あとね、初めて見たよ、チヌのオブジェ。コチヌとデカチヌがいたデカチヌそう、デカチヌとコチヌいたよ。うん、やめないでほしい、え、まだやらせてほしい逆にそう、チヌのオブジェね。でもあの、あーちゃんが言ってたように、あーちゃんだよね、うん、あーちゃんが言ってたように、そのチヌのオブジェみたいなこうシンボルにね、シティ・フォー・テイトもなりたいなって思いました。本当にデカチヌに毎回ハマっちゃう、なんかデカチね、うん、ちっちゃいのあったよね、大きいのとちっちゃいの、それで、それがデカチヌ。チヌって魚、なんかチヌ、あの、なんかね、あのオブジェだって、デカチヌのあのチヌってなんか、あの、なんだろう、すごいなんか色カラフルなんですけど、なんかその黄色だったら黄色のものとか、なんかゴミっていうのかな、ゴミじゃなくてリサイクルっていうか、こうなんだろう、あの物とか、黄色のもの、赤のものみたいなものをあの使ってチヌをこうなんか作ってるんです。それがね、すごくすごいよ、本当に初めて見た。それがなんか滑り台になってるから、だからね、あの子供の方から大人の方まで、なんだろう、あの漂流物か、遊べるよあれ。いや、大人は遊んでいいか、そんな分かんないからやめといた方がいいかも。そうそう、中にそう入れるんだよね。そう、てかなんかちょうどあのフェスしてたから、人がいっぱい多くて、 ST48 とこをなんか見に来てくださった方、もちろんファンの方もいましたけど、そうそう、風がめっちゃ強かったね。あーちゃん遊んでたんだ、っていう、すごく楽しいんだ、あの岡山旅行で、旅行じゃない岡山でした。はい、だからあの船乗れたこと、本当に私の中でいい刺激になったなと思いましたね。みんな旅行してみて、岡山に美味しいものもあったし、うん、そうそうそう、刺激キックス、刺激キックス好き、本当にね、いろんな、だからもう岡山公園で、あの香川とかにも行ってから、まあもちろんね、あの STU48 として瀬戸内のね、岡山をね、こうやってなんか盛り上げることができたかなと思ったら、すごくなんか瀬戸内いいなって思いましたので、もちろん遊びで行ってはないですよ。はい、そうです。で、今週はなんと、もういよいよあの方の特別な日ですね、生誕祭がありますので、あの、はい、愛媛に行きます。今治行くよ、超楽しみねー
まあまたそのなんかあの何あのねあれやるよ、レポしてるね、愛媛の一日だけだからね、楽しみですね。一日だけだからあの泊まるとかないんですけどね、なんかレポ思い出とかあるかな、今まで満喫できますかね。ご飯とかはなんかさすがに無理かもしんないけどね。ねえ、なんか今治港、今治港ってさどこなのかな、なんかあるのかな、そういうチヌのオブジェあるよとか。でも私本当にね愛媛にはね楽しく楽しい気持ちに気持ちにさせてもらってるから、陸上公園の時とかから愛媛を気に入ってるからすごく楽しみ。無限で今治行こう、いいですね、スティーフ48と一緒に、今治に来てくれる、最高ですね。え、な、何星が有名って星星って書いてあるけどさ、そんななんかやばいものがあるの、 NG ワード、角たんちもあるの、角たんちもあるね、確かに。なんでタオルが星なの、カタカナだから、カタカナ使っちゃいけないみたいな。やばいのタオル、やばいタオルあるんで皆さん行ってみてくださいね。じゃあタオルやばいんじゃねタオルやばいんだ、やばいタオルが今治にあるらしい、めっちゃ有名なやばいタオルがあるから。なんでタオル欲しいなってさ、そのコメントが欲しいなのかちょっとわかんないですねいやデカチヌは、チヌは全然やばくないけど、チヌだからね、うん、た漢字にしたらいいね、うん、面白いね、はいめちゃめちゃ星になるべきコメントが普通に流れてますけど、まあまあまあで、なんだっけ、そうそう、愛媛に行きますので楽しみです。ちょっとね来られる方、そう、のんちゃん生誕祭盛り上げていきましょう、イエイイエイ。デカチホンヌはまたちょっと意味がね違ってくる、そう、何の話してるか分かんない、だがちゃんとまとめたからもう終わろう、はい、ということで、あ、何が言いたかったかというと、とにかくイブニングストリームにメールをたくさん送ってねってことです、よろしくお願いしますでは終わろうね、ほなたん見たいテレビ大丈夫、あ、私が見たいテレビしっかり録画、あ、したよね、うん、したから、明日朝早く来てみます。今日も3通送ってありがとうございます。あの名前だけしか読めない時もちゃんと内容も見てますし、あの本名で送っている方とかはちょっとわかんない、ラジオネームだけはいつも読んでますし、内容もちゃんと送ってくれてるんだってちゃんとね見てますので嬉しいですよ、ありがとうございます、本当ガチで読んでるからね、はい、ということで終わろうかなと思います。
れちゃん、お疲れちゃん、お疲れ様です。あ、なんかあとね、言うことあったんだよね、言うべきことがあったんだけどな、忘れちゃった。忘れるぐらいだから大したことないかもしれん。なんだったっけ。なんだったっけ。ゆかっちで忘れちゃった。なんだっけ。だ、思い出したら言う。思い出しても言わないかも。いや、思い出したら言うわ。思い出したら言いたいと思います。あ、全然違うことだけど、思い出したらほのメール読むから書いて。わかりました。もう気になって寝れない、もう本当に寝れない、もう死んじゃうみたいな方はほのメール取っておいたら、今私が思い出したこと絶対に聞けると思います。てか思い出し強多分あの、ね、全然この考えてること違うことなんですけど、金曜日お天気お姉さん出ますのでよろしくお願いします。今週はい、じゃあ終わろうかな。終わろうか。お、23時23分。ゆうたには花束ありがとう。大事なことなら3回送って OK です。何回でも送りたいと思います。はい、ではではでは、忘れちゃった。あ、公園のこと。いや、公園、向山公園も楽しかったです。ありがとう、あ、そう、ありがとうございました。岡山公園も、なんだったっけ、忘れちゃった。あ、日曜日の公園、あ、ありがとうございました。楽しかったですね。そう、配信終わったら思い出しちゃうんだろうけど、まあいいや。お知らせ系だったかもしれない。もうお知らせ系はメールでしますね。気になって寝れない、じゃあそのまま私のことを考えながら寝てもらったらいいと思います。あ、 MC は良かったよ、ありがとうございます。 MC ね、しましたよ。思い出した、今日のカバンの中の中になんか飲みかけの抹茶ジュースみたいなのを、ラジオ始まるまで抹茶ジュースを飲んでて入れたままで、なんかカバンの中が抹茶、思い出してよかった、ワッカーで髪の毛抹茶でべちゃべちゃになったんです。だから今から洗わなきゃいけない。すっごい抹茶臭がすごいんです。こんなことを言いたかったわけじゃないと思うんですけど、なんか今言ってすっきりした。あー、全然お知らせ系じゃなかったねえ。それ思い出してよくなかった。思い出してよくなかったですね。甘い出したくなかった、ほんと最悪なんです。昨日似たような体験になりました。そういう時どういう気持ちになります。洗うかどうかって思いません。
新しいの買ってあげるから泣きやむ。あ、泣きやむ、全然泣きやむ、それな。あ、抹茶の風味いい感じにならない、ならない。洗うしかないです。だから洗って干したいと思います。以上、 STU48 矢野花香でした。バイバイ。はい、よよ見ますね、ランキング見たい。テレビ始まってるわもう。ということで終わりたいと思います。はい、13位マジジさん、12位しょうちゃん、はるるん、お、ありがとう、きんちゃん、11位はたっきゅん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 、そして10位パピオンさん、ありがとうございました、岡山。9位マジッポさんもありがとう。8位ヘスター、相乗効果って言葉自分もめっちゃ使いたくなった、明日会社でいっぱい使って。7位はぼやき TT さんです、ありがとうございます。6位ごじはまくん、ありがとう。5位ヘンダーソンさん、矢野さん頑張ってるから僕も頑張る、相乗効果、イエイイエイ。そして4位はノブラットマーク群馬さんです、ありがとう、星投げ。そして3位はケイシロウさん、2位は青鬼くん、そして今日の1位はドルルルルゼン、ゆうきくんです、おめでとうございます。ゆうこちゃん、赤のハートにホームラン、ありがとうございます。ありがとう、スペシャルギフト、カズリン、アキサトさん、何呼び捨てしちゃった、カズリンさん、アキサトさん、ユータリオン、温かいレモンティー、ケイシロウさん、ありがとう、いっぱいハート、もうハートハートな気持ちになったかも。ゆうきたっきゅん、うーた、すずね、ぼやき、TD、ヘスター、ありがとうございます、マジッポ、カピバラ、ミキヤくん、あおにくん、静岡のテンパーの竹、うーた、うーた、読んだか、ヘスターさん、あおにくん、修造さん、こじはまくん、ありがとうございます、みんなありがとう、タイガくん、ベッキーさん、青肉くんさん、クマありがとう、クマクマありがとうございます。はい、もちろん普通にただただね見てくださってる方ももちろんありがとうございます。今日もお疲れ様でした。私の誕生日もなんか近づいてきて、すごくワクワクでしてます。はい、ありがとうございました。終わります。じゃあね、恋報だね今日、バイバイ。明日メール送りますね、バイバイ。なっちゃ、はい、3、2、1